司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書をやっております、えっと。任意貢献制度という、まあ、ものをご説明します、まあ。任意貢献制度、任意で貢献しますよということなんですけど、まあ、事前に、まあえー、っと自分が元気な時に 自分が万が一認知症とかになったら、誰に任せたいかをちゃんと決めておいて、その人と契約をすると。で、それを公証役場に行って、公正証書で任意貢献契約をすると、まあ、それでもし万が一認知症になったら、その人になってもらえると。で、何をしてほしいか、まあ、代理権というか、何をしてほしいかを決めれますので、それも全部事前に自分で決めておける。ですので、万が一認知症になってからでは、 裁判所が決めた人にしかまあ、なってもらえないし何をしてもらうかも決めておけませんまあ、その代わりに任意貢献制度があるということになります詳しくは当事務所までご相談ください当事務所の連絡先はこちらになります以上、司法書士の茂森でした